3、2、1、0。こんにちは。世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎です。今日も皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。応援してください。目玉焼き、ゆで卵、温泉卵など、昆布の次に卵大好きです。先日スナックに飲みに行った時に、女の子に向かって、君が好きだ、卵の君がと言うと、それから口を聞いてくれなくなりました。周りからはいい君だと言われています。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。まだまだ毎日暑い日が続きます。ぼちぼちスタミナも切れてきた。そんな時にはスタミナ焼肉丼、ネバネバメカブシ揚げ、とっても元気になれます。おすすめです。店長まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやんけ。今日は焼肉メカブ丼、焼肉とメカブのネバネバがとっても僕を元気にします。残暑厳しい毎日ですが、今日もこのスタミナ丼を食べて頑張ります。